本日仕事最終日なんですけど、あの学園の鍵を忘れました。終わりました。ということで、そんなのんびりしてる暇はないので、で最後にあの楽屋の机の上を片付けていかんとあかんので、それだけちょっと急いで片付けます。よいしょ。So, see you in August. Yes. 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 Holidays finally. Holiday. Yeah. So you have to do today's show. Mm-hmm. Fashion gala. Tonight. Yeah. Yeah. Okay. So good luck. Thank you. And don't get injured. No, huh? I will not. Okay. So yeah. Okay. So see you. Ciao. 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 荷物がこんなにたくさんになりました。はいはいはい。すごい量ですよ。でちょっとこれ一瞬一旦あの受付に荷物を置いて、でヴィラに買い物行こうかな。あしばらくこの劇場の景色もおさらばでございます。まあ言うてる間にね、もうすぐにあの8月になると思うのですぐに帰ってくると思うんですけど、今日は結構バタバタしてたのであんまりちゃんとみんなとバイバイする時間がなかったんですけど、まあまあまあ来シーズンすぐ会えるしな。なんか1ヶ月半ぐらい休み空いても、つい昨日あの一緒にレッスンしてたみたいな感覚になるので、全然みんなと久しぶり感もないです。毎年恒例の爆買いお土産大会でございます。始まり始まりって言うても、もうね暑いのであんまり買って帰れないんですけど、チョコレートとかは。いやドーナツ
ドーナツドーナツドーナツ、今日はやめとく。今日はちょっとねビラが空いておりますよ。お、よいしょ。で、お父さんにもうねコーヒーを買っておりますので、コーヒーはいらんとして、ここビラなんですけど、ビラプロダクトのお菓子はね意外と美味しくて、前買っていったんですけどね日本、そしたらうちの母が気に入ったのでそんなんも買って帰る。で、こんなん買って帰ろうかな。これもともとこの中にもチキンとかね入れる袋がついてて、で袋の中に買ったチキンとこの何でしょう、ハーブを入れてオーブンで焼いて、でもう出来上がりみたいな感じのやつ、すごい簡単なんですよ。ちょっとチェスナ、ニンニク味、まあまあまあいろいろ買っときます。一応ねどんな味かなと。で次はミラのお菓子なんですけども、これかな、あるかな、あ、なくなっちゃった、ないのか。お目当てのねクッキーがもうなくなっておりますので、しょうがないから別のやつ買うか。こんなクッキーです。これはねただのチョコチップクッキーなんですけど、割とザクザクしてて気に入ったみたいで、なんかアップルパイみたいなねクッキーがあったんですけど、それがねなくなってしまったね。あとはビールですね。はい、まあちょっとだけこんな感じでいろいろ買って帰ります。やっぱりスロバキアといえばこのズラティバジャン。はい、ということでいっぱい買いました。チョコレートやらビールやら、まあ、いつものことですね。で、ちょっとねお父さんのプレゼントもちょっと買いたいので、そう、ちょっとついこの間父の日もあったし、なんかそんなんでもうちょっといろいろ買おうかなと思っていますので、はい、一旦お家に帰ってまた旧市街に向かいたいと思います。最後にアイス食べて帰ろうかな。ただね、今年夏入ってまだね一回もマンゴーアイス食べてない気がする。気のせいかな。なのでもう帰るまでに1回は食べたいなと思っているので時間ないんやけど行きましょうかね。はい、ということで一旦お家に帰ります。ビラに行って一旦帰ってきて、でそこからね2時間ぐらい経っちゃいました。なんじゃかんじゃパッキング始めちゃったりとか、飛行機チェックインしたりとか、あとはあれ登録したな、マイソス、なんか入国するまでに登録しとかないといけないやつを登録したりとかして、でお昼ご飯はデブカツ。最後にもうやばいわ、アムちゃんがどうしても最後に食べたかったブラチスラバイチ、美味しいってアムちゃんは言ってるロクソのバーガーですを頼みました。おお、すごい、どれ、お、これはチーズ、すごいチーズバーガー、チーズバーガー、はあ、長い一日になりそう。そう、今日多分寝れへんと思う。まだなんかねもうぐちゃぐちゃ、で、これはビールではなくてノンアルです、乾杯、無事陰性でした、いただきます。いいの、こんなん食べちゃって最後やし、いいか、うわっ、やっぱりここが一番美味しいわ、まあ、確かに。この後はちょっと街に繰り出して、ハニーショップ行って、ああ、俺も行こうかな、プロポリス買わなあかんのと、他にもちょっとなんかお土産買えるもあったら、で、最後に、帰るまで一回マンゴーアイス食べてでは、引き続き食べたら街に繰り出しますので、まあ、その時になったら撮影を始めたいと思います。では、続きいただきます。もう外に出てきたんですけども、お花屋さんの前を通っております。かわいい。そう、ここのねお花ちょっとねなんかネオンがあってちょっと怖いんですけど、でも綺麗なブーケがいっぱいある。このアジサイとか綺麗やな。
あの奥のアジサイとかさ、あんな大きいアジサイある？なあ、すごいよね。めっちゃ綺麗。まあもうお花は明日買えるので買えないんですけど、日本よりも多分安くて、あ、前もこの話してたかも。この間何やったっけ、あのカプチーノキャッシュがなくてもういいよって言って、あのその時あのコーヒーのお金払うの見逃してくれたところでカプチーノをまた頼みました。どこ、あっちか、あそこか。いやちょっと遠いな。あれ、フレンチ、あ、触りたいな。触ったやん、ちゃんと花のいいですかって言って、急に言って。わ、おちりが可愛いよ。フレンチ二頭買いっていいよな。俺も二頭買いした。めっちゃ大変やと思うけど、毛もすごいし。あ、わっ、あ、今鏡、あ、カメラでは拾ってなかったな。なかなか用じゃないよな、こっちは。うん、そう、今フレンチがあのおしっこしようとしたのに引きずられて。まあでもこの石畳でおしっこしてあかんのじゃ。まあでもそんなん関係ないからな。そうやった、こんなとこ散歩さすなって感じや。そうや、犬が分からんし。まや、ということでまずはあの蜂蜜屋さんに行きましょう。あ、着きましたよ、ここです。はい、よく登場しますけれども、ここでプロポリスを買います。お、蜂や、ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。入ります。こういうの可愛い、ハニー。カゴもおしゃれ。これアブさんママに。どう？蜂蜜にもいろんな種類の蜂蜜があるんですけど、これマウンテンハニーって、これがアガトビ、これアカシアですね。これはよく私が買うやつとか、クリームハニー、なんかお花、お花のハニー、これ栗かな、栗のお花、あ、栗のハニー。これはね、ナッツが中に入ってる蜂蜜。でもこれ私そういえば買ったことないわ。多分一緒に食べんやと思う。うん、なんか乗せてとかなんかな。クランベリー、へえ、クランベリーとナッツも入ってる。アプリコット、これはアプリコット。ラズベリーズ、私前ねチョコレート買った。でもやっぱり蜂蜜は普通の蜂蜜が美味しい。そんな感じはする。うん。あ、そうそうそう、これこの間これ買ってんけど、なんかどうしたらいいか分からへんくなっちゃった。そう、ワインもあります。蜂蜜のワインはでも私はあんまり好きじゃない、うん、甘すぎて。そう、なんかハニーだけじゃなくてね、いろんなスイーツもあるので面白い。で、プロポリス、プロポリス、これ何個？俺、うん、オリラン、いっぱいあるから、あ、そうなん、私がいっぱい買ってきたやつ、うん、まあでも日本用だけやから1個でいいかな。もう一個買っておきます。うわ、こんなガチハチミツ、すごいな。あ、かわいい、こんなんかわいいよな。まあ、そんな感じで お目当てのものはさっさと見つかったので、何もいらんの。ではお会計します。最終的にいっぱい買いました、うん、最終的に試食をして、はい、試食いっぱいして、一人やったら用試食聞きませんでした。私、うん、俺に聞くの待ってから、いっそいっそと俺が試食してる時に後から来て、バレた、バレた。食べるって言われて、めっちゃ嬉しそうに、これ私やな、いちご、うん、いちごとハニーで、
これがすごい美味しかった、バニラアカシアハニーの中にバニラが入ってるやつ、うん、めっちゃ見た目もおしゃれ見えてるバニラで、もう一つはパッションフルーツ、これは美味しかったね、うん、これは良かった、はい、ということで旧市街で のあれは終了しましたわ、うん、私じゃあもう帰ろうか帰ろうかもう帰ろうか何も食べんと帰ろうかマンゴーアイスアイス屋さん来ましたすごいおしゃれなんかキノコみたいな浮いてんなキノコみたいなすごいよすごい進化を成し遂げているうまい高級アイスクリーム屋さんもしや値段が上がってたりしてえ今がなかったどうですか念願のマンゴーいただきまーすうわあのっちゃんすごいなわすごい何種類や何種類ほら 3ぐらいあったんじゃんおいしいあ、待って、私チーズケーキ初めてかも。美味しい。2ユーロ、2ユーロ。まあまあ高いけど。前までは 1.5 とか。うん。1つが 1.5 か1ユーロやけど。ちょっとずつ値上がりしてる。これで心置きなく帰れる？はい。まあ、日本帰っても美味しいご飯いっぱい食べれねえけど。日本帰った方が食べれる。はい、ということで。スロバキアでの、最終日ちょっとこんな感じでめっちゃ出かけましたけれどもまだパーキングも終わってなければ編集も終わってないのでちょっとそろそろお家帰ってやることやって徹夜で頑張って準備していろいろ仕上げてから日本に帰りたいと思いますで、まあ、帰るにあたりもしかしたらね海外にいて海外から帰ってくる人でなんか検査とかどんな感じなんやろっていうのね気になる人もいると思うのでまあそれは明日また飛行機帰る時も Vlog 回しますのでその時に詳しくお話ししようかなと思いますということで本日もご視聴ありがとうございましたこれからパッキング頑張れのいいねをぜひぜひよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ Lucky, lucky, lucky me, oh, oh, oh.